ビジョンの効かない敵とはさすがマクナ原生林。いろんな生き物がいるもんだな。おまけにモナドの使い手か。ええ、そいつはぜひ会ってみたいな。お前本当に寝てたんじゃないだろうな。ライン、いやだってさ、お前やダンバン以外にモナドの使い手がいるなんて話、にわかには信じられねえよ。準備ができたわ。行くわよ。下がって。ほう、こりゃすごいな。気がついたみたいだぜ。さすが衛星兵。君、ここはもう大丈夫、安心して。気安く触るでない。いて、おい、お前、すまない、つい手が出てしまった。驚かせちゃったみたいだね。そなたらが助けてくれたのか。まあそういうことになるのかな。そうか、我が名はメリア。先の比例許してもらいたい。ホムスの男に触れられるのに慣れていないのでな。ホムスの男。おいシュルク、お前気持ち悪がられてんぜ。なんだよそれ。そなたほどではない。なところでメリア、あなたは一人なの？誰かと一緒だったとか、はぐれたとか。すまない、詮索は遠慮願おう。雪吊りの者たちに話すようなことではないのだ。こりゃまた堂々とした正論だな。でもな、望んで一人になったのでないなら無理にその状態を貫き通す必要もないんじゃないか。そなたたちこそなぜこんなところにいる。マクナ原生林までホムスが上がってくることは滅多にないはずだが。僕らはここの遥か上、巨神の頭を目指しているんだ。巨神の頭。さてどうやってあの上まで行こうかと難儀している最中さ。そうか、ならば私も礼節を持って答えよう。お、ここマクナから巨神東部のあるエルト海へ至る道は限られている。へえ、頭がある場所はエルト海っつうのか。この先しばらくの道道を頼む。案内をしよう。本当にありがとう。僕はシュルク、よろしくメリア。シュルクか。ずいぶん堅苦しい感じの子だけど、ホムスよね。なんでこんなところに一人。さーてね、直接聞いたら、俺ああいうの苦手。まずはノポン族の村へ行く。ノポン族？僕たちもノポンの村を探していたんだ。巨神の頭に向かう手がかりがあるんじゃないかって。この地に来てから世話になっていてな。行けばエルト海へ上がる手立てがある。分かった、じゃあそのノポン族の村を目指そう。うん、彼らは巨木を住処にしている。ここから道なりに進めば着くはずだ。